はなんか絶対来るんだけど、私が出る時だけめちゃくちゃ荒れるらしい。私が出る時だけなんかおかしいんだって。部屋出しも難しいんだって。なんかお花来た、ありがとう。しかも長いからさ、めっちゃ頭つく。3時間ぐらい。負けた。一番人気も買ったけどダメだったもん。一番二番も買ったかな。だってあかりさんのやつが一番人気なかった組み合わせだったらしい。レッスンで焦げてるみたいですね。そうなんですよ。2日間リハーサルがあって2日連続焦げてるから。私3回焦げたって聞いた。え、3回も焦げたっけ私。同じ曲、別の曲、別の曲。チリさんの卒コンで、卒コンリハでめちゃくちゃこけまくってます。ちゃんとあの本番終わったら見てほしい。なんかレッスンとかリハーサルって映像をね、記録で撮ってるんですよ。舞台のスタッフさんが見たりする、私たちも見たりするけど、だから残ってんのよ証拠に。公式ツイッターに動画アップされる。公式ツイッターの人は動画持ってないと思うよ。126ボックスを買うといいですよ。今日1時来なかったもんね。でも言ってたからな、そういえば。1見るといいって言ってた。チケット取れませんでしたピン。え、そうなんだよね。今日一般の申し込み、なんか先着であったみたいなんだけど、もう本当にすぐてか先着で買えた人いたのかな。なんか無理だった、もう一瞬で終わった、一瞬で終わったみたいなやつはいっぱい聞いたんだけど、買えた人いたのかしら。本当に病だったらしい。ありがとうございます。本当に「みんなちょうどにやったけどダメだった」ってすごい結構たくさん、あ、いるわ、一般の人いた。あ、タワーありがとう。一般、私の一般かな、どうなんだ。でもありがとうございます。
分以内に終了したと、ありがたいね。でもきっと、あ、すぐなくなったなって分かってると思うので、偉い人も。次につながるといいですね。もっと大きい箱で、もっと大きい箱ってどこなんだろうね。今日はね、そんな長いことやんないです。なぜなら10時からドラムを見るからです。やっぱしかも今回は1日3回公演で間なので、本当に多分時間ないんですよ。押せない、絶対押せないから。だったら1日2回公演とかしたいね。そう、今ハマってんの、ハマってるやつ、レッドアイズ見てる。T シャツ届いたら来てね。2回公演とかしたいな。カーンもちっちゃい箱でもいいけど、めちゃくちゃやりたい。今日は緊急性公演行ってきました。おお、感想聞かせてください。ぜひ推しのお誕生日おめでとうございます。え、なんかさ、朝ツイッターでさ投稿したらさ、私のファンの人がみんなさ、なんかさきぬちゃんお誕生日おめでとうございますってめっちゃコメント書いてくれて、すっごいなんかほっこりした。ほっこり。返信来てた。緊急性交の瀬戸は考えてません。ブログに書いたのでぜひ見てください。詳しくは演奏録音外れた。うん、また機械作ります。絶対ゆなさんももうすぐ誕生日。そう、もうすぐ誕生日。気づいたら3月だったよね。通知機とかツーショット写真は買っていったね。もちろんそんなズルしないですよ。私はちゃんと並ぶから。ちゃんと CD 買ったし、ライブのチケットも買うし、並びます。3月、うん、3月めちゃくちゃ忙しい。タイプしてて草そういうとこはね、ちゃんとね、職権乱用とかしないから、ちゃんとみんなと同じあれで行ってますからね。あ、そう、グラビアは、ブブカもビッグワンガールズも3月31日です。ソロライブあったら公演出れそう。公演はね、出たいですよ、出れる機会があったら。でも普通にありがたいことに最近はお仕事がたくさんなので、本当に予定が合わず出れてないだけです。全然別にあれですよ。
ソロライブはゲストいるのいないです。結構言われるんだけどいないです。なおちゃんの舞台はいけません。でも LINE したこの前だけど、なおちゃんもソロはいけなくてごめんねって。言ってくれました。私も見に行けないんですけど、ブブカのオフショーください。まだまだ載せれません。3月31日以降ですね。こんばんは。卒コンは全員参加、あの出演メンバーは多分出てると思うのでぜひチェックしてください。きなちゃんいないです。今ここにはいないです。だから静か。ソロライブアーカイブありますか。アーカイブあるじゃなかったっけ。なんかアーカイブじゃない言い方だよね。なんだっけ、この前忘れてもらったけど忘れちゃった。タイムシフト、それです。タイムシフト。最近ねさん本当忙しそう。忙しい忙しい屋です。電子版はどの電子版がいいの。どの電子版。ブブカの電子版が表紙。コスプレボーリング、 ありがとう。そう今日ゼロポジでやるので裏側楽しみに。キョンシーしました。キョンシードラマ見たことない。でもキョンシーって可愛いやつだと思ってたんだけど、可愛い子がハロウィンに仮装してるから、それはちょっと多分ゼロポジのインタビューとかで話してるから見てほしいんだけど、だから元ネタっていうのあのキョンシーはそのキョンシーをコスプレですることになってから見ましたね。あのボーリングをするにあたってキョンシーの本物を見ました。初めて。今日の前髪なんか怖い。ほんとクロノイズムのうんって予約して、ありがとう。来てください。ぜひ。なぜ網タイツと思った。網タイツがセットだったからです。でも普通にあれ網タイツ履かなかったらめちゃくちゃ寂しかったんだよね。履こうか履かないか迷ったんだけど。きなこちゃん今いないです。しかもあの網タイツがさ本当にさ
本当になんていうの、本当に雨だったんですよ。だからなんか、しかも網目が大きかったから、なんか本当障害物競争の網みたいで、なんかめちゃくちゃ履くの大変で、あの網を、網タイツをこう手繰り寄せるバイトにももちゃんを雇ってこうやって二人で片足ずつこうやってこうやって、あのこうやってこうつま先までこうやってやって、履きました、頑張って。あれが一番大変だったね、キョンシーのコスプレにおいて。バイトの報酬何かあげましたバイトの報酬ってわけじゃないけど、あのマック食べました。なんかあの収録終わりにももちゃんから帰り道にね、帰りのバスの中でなんか LINE が来て、急に今日一緒にご飯食べたいですって来たの。でも今もうその時はなんか8時以降かやってなくて、お店が全然だから、なんか本当だったらね、もう何もない状況だったらめちゃくちゃなんて言うんだろう、美味しいご飯が食べれたかもしれないけど、本当にお店もやってなくて、しかもお店で食べるのもあれだから、マックをテイクアウトして食べました。だからね、ちゃんと落ち着いたらちゃんと行きたいですね、ご飯。やっぱしかもさ、遅くなっちゃうとさ、若いから、ももちゃんもだから、お母さんに言ったって言って、お母さんいいって言ったって言って、そう、でテイクアウトしたマックを食べました。もっとね、本当だったら、本当だったらなんかどっか行けたらよかったんですけどね。でもやっぱももちゃん中学生だし、なんか何もないさ、平日のじゃあ昼間とかにとかも言えないから、学校があるから、私学校終わりにさ呼ぶのも申し訳ないからさ、こうなかなかね予定が合う日もなかったので、今回のところはマックで。チキンタスト食べた気がする。やってないよね、夜は本当にお店が。テイクアウト探すのも大変だったの。マクシェイカ何味が好き？いちごです。いちご一択。10時までね、ドラマ見るから。寝てたっけよ私。覚えてない。
平和島行ってたんで。ねむみちゃんです。朝早かったし。平和島で生配信してたよ。そう、今きなちゃんいないです。あそこ平和島でさせられたの。平和島でもうリアルタイムで見てるから、予想して。一緒にドラマ見ようよ。私めちゃくちゃ喋るよ。見てるから、ちゃんと本当に生のレース見てる。明日も朝は別に早くないけど、メイクしないといけないから早い。ギャンブルは向いてないと思いますよ、エゴさんは。うん、良くない。向いてるより向いてない方が。眠たい、どうしよう。お風呂入って寝ようかな。今日 Hulu で見ようかな、ドラマ。ね、あかりさんすごかったよね、朝早かったよ。ソロコンのリハもあるかと。そう、でもソロコンのリハって言っても本当に一人で全部やってるから、別にダンスの先生がいるわけじゃないし、構成考えてくれる人がいるわけじゃないから、本当にもうマジで iPad 買ってよかったんだけど、 iPad 持ってレッスン場行って音楽だけ流してもらって一人でずっとやってる。しかも今だから卒コンのリハがあるから、空いてる時間しかねできなくて。時間ないです。え、ほんと iPad さまさま。 iPad すごい、マジすごい。全然不機嫌じゃないんだけど、眠たいだけですね。ちょっと卒コンのリハ結構長いことやるんだね。卒コンだって2日間3公演あるからね。だから明日は卒コンのリハで、今から覚えないといけなくて、あさってはおしゅりのお誕生日会で上まで、しあさってに自分のリハかな。あ、しまった。昨日セブンネットでさ、卒コンのグッズ買おうと思ってたけど忘れてた。はあ、まあ、さきなちゃんがツイッターあげてる。いいね。
何の話してたっけ、自分で買うのに何の話してたっけ、何なんだっけ、もらえないのってなんだっけ、何の話、あ、グッズの話か。え、なんかやっぱこういうとこオタクなんで自分で買った方がなんかよく、先行販売みたいなの終わっちゃったよね確か。写真でもか、え、あれ買おうと思ってた A4 ポスターみたいなやつ忘れてました。何してたっけ昨日、昨日はだからソロのリハしてたわ。ねえ昨日までだったよね、ピエンだ。まあそんなこともあるよね。買って譲ろうか、いやいい、それはもうみんなの記念でしょ、それは大事に取っといた方がいいよ、だって最後だからさ。大丈夫、誰も当たってないかって、何の話、なんかさいろんな話 しすぎてさ、何の話してたっけ最後、え最後じゃん、だって最後の SK としてのグッズでしょ。えいい自分で買うからいい、買うなら自分で買うからいいです。誕生日？当日物販に並ぶ場所、めちゃくちゃ忙しいじゃん。エゴユナさんは SK 何年目ですか、何年目だと思いますか。当日の物販、え、めちゃくちゃ忙しいじゃん。そう、多分そんなあのメンタルじゃないですよ私申し訳ないけど、そんなあの物販手伝えるほどのメンタルじゃないです絶対。さきなちゃんの生誕グッズはまだはあの販売されてないです。11歳のエゴユーナですの声見てよ、すごいじゃん。すごいじゃんいやそりゃあさ、だってそりゃこんな聞いたら大人にもなりますわ。名前が変だから覚えて、ありがとう、よかった変な名前で。誕生日楽しみ、別にさなんかあんま年齢は別に
何とも思ってない。年取ることに対しての嫌だなっていう気持ちはないです。全然楽しみだもん、誕生日かな。やっぱ全然なんか今が一番楽しいですよ。年々楽しいよ。ちゃんと普通に自分の見た目とかも今の方が全然好きで、今の方が好きっていうか、なんかちゃんとその時の自分が好きですよ。最近になってようやく英語さんの魅力に気づけた。ほら、そういう人もいるからさ。英語ちゃんの目はカラーコンタクトのようだね。よく言われます。裸眼です今は。ちなみにそういえば髪伸びたね。そう、伸ばしたの。きなこちゃんどこですか？きなこちゃんは今いません。この部屋にはおりません。めちゃくちゃ人気じゃん。タコが飛んできた。ありがとう。デコ出しがいい。デコ出しはましない。初めて入った劇場リセット恋に英語さんが出演してたのか懐かしい。ああ、じゃあ結構昔ですね。釘付けタイムは名付けた。最後の総選挙見てファンになった。名古屋ドーム？懐かしいです。もう懐かしいって思うのやばいね。時の流れ。あ、ちょっと今日はドラマ見れないよ。絶対集中して見れないから、また今度見るわ。ドラマ便利だよね。推しメンの誕生日用のケーキ買ってきた。買ってきてな。本当にでも悲しいな、生誕祭いけないの。悲しいな。だからみんなの気持ちはもうすごくわかるんですよ。
3月10日のベルコーナー撮ったけどデコちゃんいないんだよね、残念。またいる時に見に来てください。3月10日はあのリハーサルしてます、ソロ公演、ソロ公演の。生誕祭狙います。生誕祭ね、始まったもんね。なんかなかったらなかったですごいなんか寂しかったけど、急に復活しますってなったらなったんで心の準備が生誕祭ってどんなだったっけって感じになりそう。スピーチ考えないとね、本当にそれね。何どんなこと喋ってたっけ。ソロコンに向けてこちら何を準備すればいい。応援する気持ち。あかねちゃんと出れるかな。あかねちゃんと出たいから、あかねちゃんは忙しいと思うよ。忙しいよ。3月例えばじゃあ当日にできたとしてももう卒婚間近でしょ。忙しいよ、忙しい忙しい。出たいよ、出たいけどね一緒に。やっぱりいやもう最後だって思ったら出たいけど、一生に一回の卒婚の方が大事なので。ポケティッシュツインっていう単語が存在するのがすごいよねマジですごい。ツインテールしたかいあったわ、そんな名前つけてもらって。これ地毛、ファッション用語感ある。当時のゆなちゃんの可愛さが半端なかった。今の方が顔可愛いですよ。目開いてなかったもん、赤ちゃんだったんで赤ちゃんだったから目開いてなかったの時。今の方がだいぶ目開いてます。やっぱ赤ちゃんの時って目開いてないよね。赤ちゃんだったよ、中3ぐらいでしょ。赤ちゃんだよ。
僕も昔赤ちゃんだったよ。そうだよね、赤ちゃんだったよね。ボアメ取りました、どうもありがとう。ほくろは前から、ほくろはめっちゃもうちっちゃい時からあります。幼稚園ぐらいの時からある。レッドアイズ始まりましたよね。そうですよね、もういいです。でもチュリ&キナがインスタ上がった。うん、インスタこの前のやつ。あれ本当だ、何これマジ可愛いよね。キナちゃん、キナちゃんマジで可愛い。キナちゃん、天使じゃん。かわいい、きなちゃんかわいい。マジでかわいくない？結構あのもう犬飼いのトップだと思うんですけど。マジでかわいい。なんかジュリさんが可愛がってるのも可愛いよね。きなちゃんに嫉妬しないの？え、何の嫉妬？え、本当に可愛い。きなちゃんは可愛いです。あ、そう、まひこさんがちゅりさんのいいカメラで撮ってましたね、写真。うちのミニチュアダックスかわいいよ。かわいいよね。きなちゃん可愛いけど毛がだいぶ落ちてくる。毛はね落ちないんですよ。毛は落ちないね。自分の毛が絡まってる、なんていうの、毛が長いから濡れたりとかするとすごい、なんていうの、絡まるんだけど溶かないと。でも全然落ちないです毛は。各家庭に世界一可愛いあんこがいるもんだよね。そうなの。そう。なんかこう寝てると。こうなんか足元に最初の方いて、でなんか寝ぼけてこうやってパッて起きて、こうやってほんとこのこれぐらいの距離にすり寄ってくる。今日は私がこうやって横向きで膝曲げて寝てて、この体と足の間にここにいた。最初足の上に乗っかってたんだけどね、気づいたら上の。
キャワ。嫉妬しないで、キナちゃん女の子だからね。みんな「そこ交代するわ」「生まれ変わったら犬だな」とかちょっときな子になってくる。やばい。かわいいね。天使じゃないの。男の子にせんかった。なんか別に性別で選んでなかったかな。うんと一目惚れだったので、ね、分かんない、人によると思うけどね。男の子のワンちゃんがいいなって探してたら、それ男の子の中で探すかもしれないけど、本当に別に買うつもりなかったっていうかね、そういうあれじゃなかったので。目惚れでした。かわいい。衝動的にゲット。これは何回か話したんだけど、でも別に衝動買いしたわけじゃないです。ちゃんと悩んだし、3回ぐらい通いましたね、お店に。かわいい。このチュリさんがさ、携帯いじっててさ、こうやって目の前にこうやって立ってるのかわいいよね。ポメラニアンが良かったわけでもないです。本当に一目惚れ。ポメラニアン可愛いなと思ってたけど、特別ポメラニアン飼いたいなとか思ったことなかったしって感じかな。柴犬カットするってありますかね。どうしよう。でもこのふわふわが可愛いんだけどさ、やっぱちょっと多いんだよね毛が。そこが可愛いんだけどさ、ほんと毛がなくなったらめっちゃ細いと思うよ。そうなんだよね、このふわふわがいいんだよね。ツイッター上げてるよ。あ、今日前髪開けたのどうだって。かわいい、いいね。凛々しい犬飼いそうなイメージある。凛々しい犬って何？うちのパパはジャーマンシェパードが飼いたいってずっと昔から言ってました。だ
から最初ポメラニアみたいな言ってたんだけど溺愛してますね溺愛してるきなこ。でパパは絶対そういう性格なんですよ。絶対だから可愛い一番可愛がるだろうなって思ってたの。なんか興味なさそうにするけど内心めちゃくちゃ可愛いと思ってるタイプの人だから絶対可愛い可愛いって言うんだろうなって思ってたけど、すごい喜んで喜んでます。わさおに似てる。わさおも可愛いよね。ふさふさで可愛いよね。もうすぐ15分になるのでやめようかな。ダンス覚えるわ。ということで本日は急でしたがありがとうございました。あ、さきなちゃんがファンクラブのやつ投稿してますね。いいねしたいと思います。いいね。ありがとう。ドラマまた後で見るから。